こんにちは、ダイスです。今回はポケモンブリリアントダイヤモンドやっていきましょう。ブリリアントダイヤモンドはコードプレイでダイスアフレコでお送りします。ギャルガの捕獲ついに来ました。うまくいくかは分かりませんが、レポートも書いたので行ってみたいと思います。ディアルガが現れた。とりあえず削らないといけないですよね。倒さないように削るのと、あとはボールを投げる。ドキドキしますね。普通に叩いて大丈夫そう。よかったよかった。どこまでか分かりませんが、わ、ラスターカノンは今一つだから、このままできるだけ豪華猿で削りたいですよね。グローパンチ、あともうちょっとか。もうグローパンチはちょっとできないかな怖い。できれば辛いんと思いますけど、このままだと多分倒してしまうので、ポケモンを変えていきましょう。何がいいんだ、これは。何がいいんだろう。これはさすがに捕まらなさすぎだと思います。ディアルガの PP が心配です。入らない。こんなに時間かかりますか。やってしまった。これはやってしまった。レポート大事ですね。あ、せっかくなので、あの、ちゃんと捕まえた時とセリフとか違うのかを見ましょう。ディラールが元いた世界に戻っていった。戻っちゃった。お前はなんという、よくやってくれた。本当によくやってくれた。これほどドキドキしたことは60年の人生初めて。これ変わらないのかな。ちょっとセリフ違うのかな。あの、レポートしてるんで戻りますね。さすがにこれはどうしたらいいのかわからないはい、本当にレポート大事だっていうことが分かりました2回目行ってみたいと思います。これはね、やりましたね。はいちょっと長くなったので動画次回はね、短めにしてあるんですけど、だいぶモンスターボール使ったんですが、1回ぐらいしか最大でも回ってくれなかったのであんな感じで悪あがきになってしまいました。やり直しです。倒したっていうパターンは過去私も結構あるんですけど、攻撃入りすぎて倒しちゃったっていうのは結構あるんですけど、悪あがきって数えるほどしか知らないので、久々に見ましたね。いや、レポートって本当大事ですね。自分で来る時もちゃんとレポートしようと思います。大事だな、レポートって思います。とりあえずどれぐらいで削れるのかは分かったみたいなのでやっていこうと思います。電気ショック麻痺とかね、ついてくれればいいんですけど、うまくついたりはしてくれないですよね。電磁波入れてたら違ったのかな。いや、でもそれでもあれだけボール回らないとあんまり意味がない気がしますね。麻痺か、麻痺、眠る、捕獲ってことであった方がいいのかな。これは自分で来るときにすごく迷っちゃうので、どうしようかな。技の構成もね、入れてこようかな。変化技か、難しいですね。どうしようか。あと赤ライン、あそこまで削っててもそんなに回らないってあるんだ。もうちょい削れるようにはしたいですけど、これは峰打ちって大事ですね。峰打ちってすごくいい技なんだなって思います。あー、強いな。2
発か。レントラー頑張れ。もうちょい削りたいですよね。さすがに黄色ラインは今一つね、反動で動けない。大丈夫、ちょっとずつ削って。赤ライン、お、避けてる、えらい。もうちょっと削って赤ラインは、せめて赤ライン、あ、来た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 。これで投げられるかな、どうかですよね。もうちょい削るんだ。うわー、いやでも天候とかも関係ないから大丈夫と言えば大丈夫ですけど。え、おお、怖い、怖い。あ、麻痺した、すごい。これだったらいけるんじゃないですか。傷薬一回入れてここで投げ始めかな。さっきよりも時間かかってないし、数も、うん、ターン数もいってないので PP はまだ大丈夫でしょう。モンスターボール入るか。おー、回らない。回らない。体がしびれてっていうのがありがたいですが、ボールにね、入ってほしいですよね。いや、ほんと一回も回らないな。伝説のポケモンもモンスターボール難しいのかな。お、回った。2回、それでも今までで一番回ってますね。すごい、全部上がったよ。これは投げ続けていつか入るかになるかな。途中でボール違うの使ったりとかしつつ、あ、あ、レントラーが、いや迷いますね。コロトックか、スイートルとかで、ほんとちょっとだけ技入れるっていう感じかな。あまりね、やりすぎると確実にって思うんですが、いやー、こっちが倒れちゃう。え、入ってくれないのかな。入ってほしい。一回だけ回りましたね。でもまだまだだ、しびれて動けないのが、多分さっきよりも入りやすいはず。頑張れ。違うボールとかの方がいいのかな。1、ありがとう、ゴルダック偉いね。困りましたね。次何使うんだろう。一回回復、何ボールで入れるかですよね。マスターボールももらってるから、あるといえばあるんですけど、これ変える？ハイパーボール入れてみる。間にこれで入るのかな。一回も回らないんですが。ハイパーボールなのに。モンスターボールの方が回ってましたよね。はい、回らない。あ、こうやって時間かかって、わらあがき、もしかしたらもう一回あるかもしれない。怖すぎる。これは怖いですね。まだ多分大丈夫だと思うんですよね。さっきよりも時間かかってないから。わあ、怖いな、原始の力。もう一回ハイパーボール、回って、あー、どっちにしろ一回、
しか回ってくれないですね。困った。今一番回ったのモンスターボールで2回とかですね。3回目回らないのか。1回ですもんね、ずっと。時の方向は痛いよ。でも次のターンは反動で動けないターンがあるから。とりあえず。とりあえずっていう感じですけど。ここで回復させて、で次のターンはボールを投げるだね。いつ入ってくれるんだろう、リアルが。やっぱり1回しか回らない。え、こんなに難しいですか、伝説のポケモンって。いや、最近サクッと入ってたのかな、もしかしたら。こんなハイパーボールでも入らない。ハイパーだから。いや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 、今何回投げましたか。だいぶ投げてますよね、多分。お、来る。あ、来た。すごい時間かかってる。あ、無事にゲットできました。いや、でも同じぐらい多分今時間かかってたはずなので、ちょっと PP がね、危なすぎたと思います。はい、伝説のポケモンディアルガゲットできました。いや、手持ち何回も道具で回復してっていう感じでしたね。一撃が重い。セリフは違うのかな。本当によくやってくれた。あ、同じ感じですね。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。博士ったら、あの後いろいろ調べてすっごい心配して、こんなところまで来たの。無事でよかったね。さあ帰ろうよ。誰の未来も誰の世界も何者かによって奪われるものではないのだ。はい、ということでディアルガ捕獲無事に完了しました。ここからの続きはまた次回進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!